ロバートリー・ヘイズはアメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル出身の陸上競技元選手及びアメリカンフットボール元選手。ニックネームは弾丸を表すブレット。1964年東京オリンピック金メダリスト。オリンピックの金メダルとスーパーボール優勝リングを両方獲得した唯一の選手。ヘイズは1962年。 フロリダ A&M 大学在学中100ヤード層で9秒2の世界新記録を出し、翌1963年には再び世界新記録の9秒1を出した。ヘイズのこの記録は11年後のアイボリークロケットによるまで破られることはなかった。ヘイズは1964年の東京オリンピックでスプリンターとしての才能を十分に発揮した。 男子100メートル層において1連という悪状況にもかかわらず10秒0という世界大記録を樹立し、まず1つ目の金メダルを獲得する。そして400メートルリレーでもアメリカチームの一員として39秒0のこれも世界新記録を樹立し、2つの金メダルを獲得した。この時、朝日放送の植草貞夫アナウンサーが放送実況で ヘイズのことを黒い弾丸、ボブ・ヘイズと実況したという。準決勝でヘイズは人類で初めて10秒の壁を破る9秒9を追い風参考記録でマークし、当時国立競技場に詰めかけていた約7万人の観客をダイナミックな奏法で熱狂させた。ヘイズは東京オリンピックを最後に、 NFL のダラスカウボーイズに入団した。俊足のワイドレシーバーとして活躍し、プロボールにも3回選出されている。スーパーボールにも2度出場。1971年シーズンには優勝を経験し、オリンピックの金メダルとスーパーボールリングを獲得した最初の選手となった。なお、1966年の試合で達成した1試合でのレシーブ獲得ヤードは2009年に、 マイルズ・オースティンが250ヤードを獲得し、破るまでカウボーイズのチーム記録であった。ヘイズは2002年、人不全で亡くなった。2009年1月、プロフットボール殿堂入りを果たしている。世界最速のヘイズをディフェンスがマンツーマンでカバーすることは困難であり、ゾーンディフェンスが各チームに浸透した。一回あたりのレシーブ獲得20.0ヤードに、匹敵するのは、 カウボーイズ市場では、ヘイズの他にアルビン・ハーパーしかいない。ありがとうございます。